じゃあ置いてきたアイテム回収に向かおう。あそこなんだ、クエストね。先にクエストやっちゃった方が安全か。あと小石拾って走れるっていいな。でワークベンチのための連鉄は買うっていう手もあるか。ゾンビのチアリーダー、そっかそっか、近いところをアクティブにしようぜ。手合い近いし、これこれこれ。あと他のあのメモ帳のクエストね、昼間のうちにやっとくが安全か。卵出やすいね。全然敵がいない。回収だから隠されたなんかを探すんだよな。紙ラッパージの弾足りる？足りるか。18。高いビル建ってんな。いきます。開いてる。そこかい。壊れちゃうとまずいんだよな。いっぱい出た、手榴弾とかいっぱい出た。だから今読んでもロック解除されないってことなのかな、結局。開いてたわ。あれ？あ、これ？おお。さてこれ壊す？これこそが早いか。で隠されてるのはまだ上の方だ。開いてる。あれ？はい、開いてる。階段があるのかな。パースは結構弾入ってっかんな。ピストル出なーい。こういうのはいいな。コーヒーちょっと欲しい。出たね。で2階ね、取ったよね。ユッカスムージーのやつか。レシピこれは覚えていいのかな。いつ使っていいか分かんないね。腹減った。ここか。悪くない品質の食事。わお。まあ昼間だったらね、いくらでも来たまえ。バットが壊れる前にお願いします。腐りかけの死骸、まだ腐ってないというのか。
さらに上だね。天井裏がある。水飲んでいいのか。キャビネット添え木、上があるんだ。開いてる。何の部屋だこれ。3つ、だいたい出るね。レシピ本が。毎週のリロード、これはいいのか。毎週のリロード、技術違うな。毎週のリロード、いやー、なんかあの本編の方にあった、なんか7個覚えると覚えられるやつっていうのがないのか。実は毎週のリロードあった。ガンクラフト、これでも読んでもダメってこと。ちょっと読んでみるよ。読んでみて、毎週のリロードは赤になってんのは読んだのか、一回。だけど、前提がないんだ。レベルの要件、ガンクラフトっていうのがないから、ダメなんだ。前提の。これか。ガンクラフト。赤くなってんのは、推し進めますっていうのも、炉のやつ読んだんだ、俺一回多分。だから、プレイヤーレベル10になった段階で、炉が作れるようになるかもしんない。AK もそうか。ガンクラフト3必要なんだ。これこれ。これ3までいかないと、遠いね。はい。プレイヤーレベル20になんないとダメなんだ。どこ走ってない。なんか走ってはいないけどびっくりするわ。で、屋根裏に隠されてるっぽい。ではないが、うわー、逆にこれ怖くない？わお怖いよ。まあまあ大丈夫か。昼間は大丈夫よ。まあ、スタミナも全然減らんし大丈夫よ。めった打ち。お、どうせさ閉まってんだろ。成長済みだ。うーん、しゃあねえ。でこれがティア1のです。たまあシャムウェイ、食料、データ、クラッカーブック、スキル本。はい、パイプ爆弾はじゃあ開いてるってことは使えるのかな。なんだこれ。ミニバイクに、あ、チャリンコのやつだ。チャリンコ、ミニバイク、これか。ノーメカニッククラス。いや、も、ん？読めばいいのか、あれ。読むよ。
読んだ上でポイント触れってこと？これそういうことなのか？わからんね。両方こなさないとダメとかそういうことなのかな。じゃあね、開けますか。足りるかな。7000？ 7000 だわ。ないよね、ツール。ツールさ、手で作れたりしないのかな。ロックピック。ダメか。買うしかねえのか、こうやって。いやー。登ってくるかな、ここまで。あれ、結構暗くない？よし、諦めよう、これは。時間も時間なんで。やばくね？あれ、回収に向かった方がいいよね。これこれ。行こう。さすがに夜ではないと思うんだが、まだ走ってはいないよな。一撃。またあれだよな、でかい狼に襲われたらアウトなんで、そこら辺だけ気をつけておかないと。瓦礫の山、すごい瓦礫。暗いね。見覚えがあるようなないような。小麦がいっぱい生えてる。クレイボール作ろうぜ。水汲もうぜ。なんだこの色。あれ、これオイルシェール？オイル。あ、警官じゃんこれ。超強いやつじゃん。大丈夫？いける？バカするんじゃなかったっけ？大丈夫か。サンド。サンドストーン。トップソイル。どういうことだろう。グレイベル。わかんねえ。アスファルト。へえ。いろいろあるんだね。パイプ。ラバーとかも取りてえとこだけどね。なるべくあの卵をね取ってさ、ベーコンエッグ作ろう。見覚えがあるような発電所か、これだな。本当にあの本編の方で見たいろんな外した、いろんな建物が面白いね。だから新鮮。あ、ここでなんか俺わちゃわちゃしてなかったっけ。わちゃわちゃした記憶のある場所です。あれ、どこだっけ。ちょ待ち、あれ超えてない。え、これだ。これの横に置いてたのか俺。頑張るか。かなり足遅くなるけどしょうがない。オレンジなるべく減らしてえな。
いや、しゃあねえか、これ。食べちゃえ。食べちゃえ。間違えた。なぜ今撃ったんだろうな。1押してたんだけど。なぜかライフルを持ってた。それもオレンジかな。オレンジだ。もろこしが入ってる。じゃがいも結構入ってるね。トマト、なんでもない。トレーダーのとこ帰ろう。それは削除で、はい、帰ろう。人参、トマト、この小麦とかでね、パン作ろうぜ。だからあれか、粘土層がこんだけあるので、クレイボール、これなんだこれ、このアイコン、ワークベンチだっけこれ、とかで作ると数が少なくて済むんだ、粘土層の。まあ今しょうがないな、どうにもならん。もろこし取ってくか。あ、スーパーじゃん、スーパーじゃん。スーパーは、食中毒ゼロ、食料20。あ、すごこれ、スーパーコーンの種子欲しいねこれね。本当にスーパーだった。これ1個でブルーベリーパイとかと同じぐらいなんだ。うわ、スーパーコーンに夢中で。スーパーコーンは、いや、これすごいな、やっぱスーパーコーンとスーパートウモロコシって何が違うんだ俺。スーパートウモロコシ、おお、わかんねえ。なんだ、青いよ、急に青いよ。そこブルーシート引いてあんの。こんな真ん中で、外した。ここにキャンプがあったってこと？これ、こんなデロデロのキャンプ。外すのよね。アーチェリースキル上がってる。外したか。もういない？いないっぽいね。何が埋まってんだこれ。車？どういう？シティバスが埋まってる。はい、おお、すげえツルハシ出てきた。びっくりした。シティーバス、静かに立ち上がるサイレントゾンビ。
開けられるのもある。はい、スーツケースだらけよ。なんだこれ、カカシ？わかんねえ。粗末な弓。ミステリアスだね。わ、なんだ？何の音今の？足遅っ。帰ろ。いっぱいある。これ固定マップだったらさ、ここに来てさ、これを拾いまくれば当分生き残れるよ。ピッケルばっかり。シャベル出ねえな。急にもろこし畑だもんねこれ。レシピ増やしていこうぜ。さて、リンゴ、いやーチャンスだわ。結局チャンスなんだな。フルーツサラダ、バナナもあるんだ。どっかに足がないときついよな。バイクじゃなくてチャリな。チャリ絶対必要だよね。あれユッカか？ユッカだ。サボテンもいる。ユッカ生えて、あ、アロエだ。うちはサボテン的な。アロエいるのかな？ユッカも、ちゃんと探索できてればって感じだね。でグリルユッカ、キャンプファイヤーか。トンカチマークがワークベンチだよね。あとなんかあの金床のアイコンがあったのはどれなんだろう、何なんだろうな。アロエなんの家なんだろうな。急にサボテン。アロエ、これ多分触るとダメージ食らうね。足重っ。人参 200m 頑張ろう。サボテン、あとあれか、弾作っとこうね。ラッパ銃のね。でまっすぐ行ってカクッと回っていく感じか。いいか、まだあるけど。そこにでどうするといいんだろうな。とりあえず食い物を安定させたいところだよな。クレイボールってのを作ったら水をどっかで汲むのかってことだよな。水汲み、水、いやー重いよね。あれ解体できないんだ。これいらない。聞く種子、いらねえっちゃいらないんだけどな。あ、クレイボールすげえ時間かかる作るの。やっぱりワークベンチが欲しいね。でツルハシばっかりの出てんね。なんかね、本当にまた拾ったんだ俺、鉄製スレッジハンマー。そっか、
卵いいね、卵いっぱい拾ってる。ベーコンエッグ食いまくり。高い木が生えてる。ようやくもうぜーぜー言ってる。ラバーあげていいけどな。まだ他にあげるべきものがあるからな。こことかも漁ってみたいね。どっち行くといいんだろうな。先あのイノシシいるところもいいし、ありそう。やっぱ見覚えのある形状ではあるな。あと50メートル。今何時なんだろう。石膏木、ポテトも拾った。ステーキセットとか作りてえな。これ消えないんだね、この死体のやつね。あさり切ってないよねこれ。多分なんか隠しアイテムがあるとしたらさ、屋上とかな気がするので。さっさと屋上に行くのもありかもしれない。やっと帰ってきた。整頓はまたやります。あ、弓矢にもこうつくのか。パーツ、放射能除去、レーザーサイト、断層はダメ、鉄のつるはし。パーツが出そうで出ないね、いろいろと。水汲んでこよう。多分弓矢にこれ、あ、こっちつかないのか。だったらバットにつけた方がいいな。バットにこれつけた方が絶対いいよね。で弓矢42、スクラップアックス、まあいいか。でベーコンエッグ作っとこう。あれ、油が必要なんだ。油、油とか必要なんだ。動物性の油、あ、ねえな。あ、そう、入ってない。あったわ。行く行く。3つ作れる。1個ぐらい足りっか。よしよし、じゃあ水汲みと、あと先にあれもらおう。At least wipe that shit off your boots before you come into my shops. Here's your reward, sucker. やっぱこうやってあれか、クエストガンガンこなしてく感じになるのか。在庫は変わってないよね。次のやつ受けよう。14時じゃん。全然時間まだまだあるじゃん。クエスト受けよう。近いやつ。遠いな。受けちゃってキャンセルすれば近いとこになるよね。削除。はい。あ、リセットされないかこれ。減るだけか。しまった。よし、近場のあれやり行こう。水汲みしつつこれとかやろう。健康な状態の感、あとこのドロップポイント、とりあえずそこ向かおう。
時間がさ、わからんね。全然余裕だったじゃんっていう。7日の防衛どうしよう。何もできんくないこの状態。あ、じゃあそれをアクティブにしよう。なんだっけ、腹ペコ観光客。アクティブ。卵くれ。弓矢やばいか、そろそろ。3本しかない。作っとこう。焦ってたわ。シャープ、入れとこうね。シャープロックとスティック。10個。全部 OK。 水汲みの場所忘れちった。ウォルカート、ウォルマート的なやつ。ファーマシーだって。ウォルカート。まださ、修理キット持ってないんだよね。そろそろやばい。よう出るの。電気パーツ。電気パーツ。こういうの壊すと出るんだっけ、電気パーツって。鉄。違うな、なんか電気パーツがないと、キット、修理キット。他、うわー、ダクトテープ2個も使うんだこれ。そうですか。オイル、オイル、うん。機械部品2つ。ちょっとそれも窮地が。やばそう。修理キット。これやばい。やべ。はい。オイル。やばそうだね。壊れる。うわ、一歩来た。多分壊れるわ、バット。めっちゃ来た。
やっぱあれで来るんだこれ、防犯ブザーで。これだね、これ。スタミナはまあぼちぼちあるんだが、水飲みてえな。低音パーツつけてなかった。走ってみんな。目が光ってる。強くなってない、やっぱ。外した。危ない。また奥から来たぞ。バットが良かったな。奥からどんどん来るんだけど。素晴らしい。体力が150か。真鍮腐肉いらねー。行こう。キリがない。シャム缶。また阻害か。はい、人食いだって。穴が作っちゃった。新品に取っ換える。行こう。ダイナー。あ、中なのか。ガラスが一瞬見えなかった。レベルを上げていく。車壊して機械部品手に入んねえかな。当たらん。壊してみよう。こういうスカスカのやつはダメだ。こういうでかいやつ。起きちゃったが。これさ、鉄か。まだ鉄だな。ダメだ、鉄だわ。出ないんだ、エンジンとか前出た気がするんだけど、それ出なくなったね。やばいな、時間が時間だ。またこんなことやってっと夜が来ちまう。
パーツだけ集めたいな。電気屋に行かないと。どこそれ。これあれだよね、ランダムの敵が襲ってくるやつだよね。終わりからだよね。どこでもいいんだよね。囲まれなければ。威力がな。ギアーズ絶対。ピラミッドがある。5体だっけ出るのこれ。そろそろ壊れるか。大丈夫か。本望です。原始的な戦い。体力出んのすげえな。倒した。グッピーなんとかレンジャーキャビンと、そのピラミッド何これ。機械部品出ねえかな。こうしてみよう。取れる、取れるね。今ガソリンあってもなっていう。おお、びっくりした。何も出なかった。アイテムは敵がなんかだんだん強くなってきてる気がするんだが。何ここ。刑務所とかか。あ、またもろこし畑だぞ。それ壊しても機械部品出なかったよね。うわきついな。どこなんだろう。とりあえず帰りつつ、水汲みつつ、機械部品がありそうな。おお。ちょっと見に行っちゃう。え、これ何のためになんだ俺。そっちか。そろそろ夜な気がする。開かねえ。行くか。やっぱちょっとまだこれをやってる場合ではない気がする。帰ります。ゴミ収集所とかなのかな。あいつじゃん。
早っ。マジかい。ちょっと待って、え？今の声ってスパイダーって言うんだっけ？もういるんだ。うわー、これ銃ないんですけど、まだラッパ銃しか。いやー、音すごっ。うわー、こちらの装備が整わないまま敵がどんどん強くなる。どうも。あ、どうも。来てる？ダメだって。やばい、感染した。蜂蜜もらおう、あいつ倒して。来い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 。銃口を向けると逃げるとかある？ダメだな。あ、浮いてない、なんかそこバルブのようなものが。ダメだ、向かおう。おー、湖だ。水すくいてえな。あ、電気屋じゃないあれ。電気、あ、いただきます。ラッパ銃も弾作っとかないとまずそうだよね。まず薬飲まないと。蜂蜜だ、蜂蜜。何時だろう今。蜂蜜。で、何時？無理か。電気。電気さえあればな。電気パーツ出んのなんだろう。電気パーツ、冷蔵庫とか壊したら出てくる？冷蔵庫とかさ。電気パーツ出ねえ。修理キット。機械部品作って。
どう作るんだ。電気部品自体を作るとかある？電気。嘘だろ？あ、これ電気部品か。機械部品、機械部品。機械部品が、機械部品、うわー作るんだ。うっそ。え、機械部品で？これめっちゃレアってこと？あ、これワークベンチなの？このハンマーアイコン何なんだろう？これ修理キット作るのにえれえ大変ってことじゃん。そうなんだ。修理全然できそうにない。だから機械部品を電気屋で取れるのかどうかってすごい重要だね。いまだに一個も持ってないんじゃない？電気部品。一個ぐらい持ってる？ないわ。ない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 。機械部品が。あ、じゃあ電気部品はある。めっちゃレア。あんなレアだとは思わなかった。よし、ではですね。いい時間になりましたので、最後あれか、報奨金をもらおう。経験値と、カジノトークン。はい。なんか、アイテム増えた？次7日だって。買った方がいいかもね、これ。買うか、これ。で、バット直そう。いいよな。よし、ではですね、一旦今回はここまでにして、次回7日さ、無理臭くない？どうすんだろう。スパイク罠って作れんの俺、そういえば。スパイク罠、スパイク罠はなくね？スパイク罠すらない。基本のところにポータブル旋盤。おお。唯一の戦利品は細工することはできません。どういうこっちゃ。サバイバルトーチ。ん？松明とサバイバルトーチって別なのこれ。まあまあ、ちょっとそれはいいとして、罠、トゲトゲ罠が、そういえばないね。スパイク罠って、カリパス。スパイクはパーク必要ですか？あとはまあなんだろう、モロトフは作れそう。アルコールいるんだ今度。うーわー、すごいぞあれが。本当に、あ、ラッパ銃の弾作っとこう。火薬と紙。火薬と、火薬が思ったよりねえな。こっち入ってっか。4個、あんまりないね。まあでもあるだけ。ラッパ重要の弾丸33。はい、なわけで、今回は一旦ここまでにして、
アイテム仕分けだけやっておきます。次回何するかまた考えよう。そんなわけでまた次回。それではまた。